楽天アリーナの取材で本日楽天カフェ3階で行われるバルサのイベントに来ました。バルセロナからサッカーに入ったみたいな感じなので、やっぱバルセロナ以外のサッカーは正直興味がなくて、バルセロナしか見ない。一昨年のバルサが日本に、クラブワールドカップに来た時に、家族でその前日のファンミーティングに行って、で家族写真を撮ってたらスペイン人のさんパシャッと撮って、後々見たらバルサの公式インスタに載った。なんかこう自分の人生を重ね合いちゃいたいぐらい好きな感じかな。あのチャンピオンズリーグ出場権がかかっていたバレンシア戦が最終節にあって、その時のリバウドのオーバーヘッド、決勝点。一番最近ですと、もうやはりあのパリ・サンジェルマン戦のですね、もうありえないと、まあファンとしては思っちゃいけないんでしょうけど、やってくれたなっていう、あの試合がとにかく記憶に一番鮮烈に残ってます。ワクワクさせてくれて楽しませてくれて、もうトップ中のトップ、もう今メッシをリアルタイムで見れるっていうこと自体がかなり幸運だと思ってます。私は、ね、イニエスタが好きです。もう今ももちろん輝いてます。もうどこに目があるんだっていうぐらい、いつも全体を見回して、もう的確なパスをするところがもう